冷たいニュースが流れてる。僕に何ができる？そ知らぬふりで生きていられたあの日々はもう終わったんだ。思わぬ事態に慌てふためく、お上はとことんだらしなく、それ見たことかと何を今さら、言葉むなしく風に舞うだけさ。世界で唯一の被爆国が、核の恐怖を知る我が国が、平和利用と地域の振興だ、原発をあちこちに作った、大国の思惑のまま、あの日から僕の何かが揺らいだ。やけくそな気分にもなれず、ひたすらこの世界の行く末を案じてる。仕事なんていつかはバレる、誇りうるべき奪還だと知る。何が正しくて何が間違いかは、現場に行かなきゃわからないさ。さあこれからは覚悟を決めるのさ、リスクを抱え生きていかなくちゃ。何かをごまかして逃げ回ってきた日々のつけを引き受けてやるのさ。あの日から僕の何かが揺らい、投げ合いなりそうな気持ち、ぐっと抑え祈るよ、行く先幸あれと。冷たいニュースが流れてる、何ができる？そ知らぬふりで生きていられたあの日々はもう終わった。それでも僕は生きていたよ。